チャンネルクララをご覧の皆様、こんにちは。本日の倉山充が聞く天は、スーパーアイドル千葉玲子さんをお招きして番組を進めたいと思います。千葉さん、よろしくお願いします。スーパーアイドルじゃないですけど、元アイドルですけど、千葉玲子です。はい、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。今日はセイリンドさんから、私もまあ今度5月に、はい、蓮見敏子ちゃんが、ね、絵を描いていただいて、まあ、すごい綺麗な絵で、すみません、フェイスブックです、ね、シェアしていただいて、はい、トシちゃんとこの間コーヒー飲んでた、お茶してた時に、はい、やっぱりこの、刀の部分がね、すごくね、はい、気合が入って、難しかったって言ってました。ありがとうございます。いや、私、左手と目だけ注文つけたんですけどね。ちなみに私をめちゃくちゃ美化するとこういう顔になるらしい4時間ぐらいじーっと打ち合わせの時顔を見られて見てて、打ち合わせ2時間プラス飲み会4時間でじーっと6時間ぐらいじーっとこうやって顔見られてたらこうなったっていう。すごいかっこいい、ね、ありがたいですね、本当。あ、今日は千葉さんの話です。あ、そうだね。いやいやいや、セイリンドさんで蓮見さん1位取り、アマゾン総合、千葉さんのさよならパイクも1位で、私まだ3桁が見えないですから、今日の時点で、ね、千葉さんの場合ね。いや感じで、千葉さんといえば、アイドルとしてデビューされて、はい、で、私が大学1年生の時の、戦隊シリーズ、10レンジャーのプテラレンジャーメイとして、はい、恐竜戦隊10レンジャーということで、そうなんです。変身するのこう大の、ね、なんだっけ、大のバックラーってやるんですけど、ね、それのピンクで、はい、はい、ね、クリッて弓持っててオープニングでね、はいはい、詳しい。いや基本です。とはいえもう10レンジャーってあんまり覚えてないのは、はい、珍しくって言っちゃった、久しぶりに可愛らしい女の子が出てたなっていう、あ、そうですね。なんか今までそれまで東映がジャパンアクションクラブ、はい、要はジャックで、結構その立ち回りができる、アクションができる子をこう、女の子に入れてったみたいなんですね、はい、うん、ジャック出身とかの方がついてました、ね、はい、なんだけど、そこから東映が路線を変えて、アイドル系で行こうとやって、で下手なアクションも下手だし、何もすぐ泣いちゃうし、あれなんだけど、千葉レイっていうので一発当てた。今戦隊もののレッドかヒロインといえばアイドルの投入流門みたいななっちゃってますよね。じゃないですか。いやありがとうございます。結構ね、特撮もの出ちゃうと色がついて売れないみたいなジンクスがありましたけど、千葉さんもそれを打ち破ったみたいな、すごい人なんですよ。いやありがとうございます。もうすごいですね、本当それでよく覚えてないっていうところはねありますけれども、はい、ね、はい、で本書でも出てきますけれども、はい、戦隊ものがハリウッドに行ってっていう、そうなんです、ね、最初なんですよね、うん、だからパワーレンジャーとか欧米がね、結局アメリカが生み出したものみたいな、もうスーパーヒットをね、繰り広げてるわけだけども、はい、あれはもうそもそも日本の文化であって、うん、日本の伝統であって、日本の技術なんですよね、うん、だから最初のそのパワーレンジャーとしてあっちのヒットするっていうか、パワーレンジャーが生まれた時のその大元になったのが、私が出たその恐竜戦隊10レンジャーっていう、うん、なんで今でも海外にはやっぱり行って、うん、お呼ばれして、うん、されてか、お呼ばれされて、うん、それでサイン会だったりとか、その変身のそういうこうポーズをこうやったりとか、そういうイベントにもう今年もですね、うん、2回、うん、はい。で、何がそれがすごいって言って、向こうって日本の戦隊ものだったら5人とも黄色人種で全員日本人なんで、はい、そこの人間の部分だとリアリティがないとか政治的理由とかで放送できないから、うん、人間部分のパーツは、うん、向こうの役者さん使ってるんですよね。はい、そうです。で、特撮部分だけ日本で作った部分とつなぎ合わせて番組してるんです。そうです。ところが向こうのファンは千葉さんがいいと、オリジナルがいいと、ね、そういうマニアが、日本語のオタクですよね。そうですね。オタクみたいな人がやっぱりオリジナルの千葉さんの方を呼びたいみたいになって、うん、呼ばれてるっていうことですよね。そうですね。ピンクは必ずっていうことで、ですよね。あとやっぱりすごいのは海外に出れば出るほどやっぱり分かるんですけど、本の中でもちょっと書いたのかな、対談の部分のところで、うん、すごい日本人だからって言ってすごくね大切にされるんですよね、うん、
本当になんか不思議なんだけど、例えばそのファンの子があっちで、あのレイコはチャイニーズだって言ったらノーっつって、ものすごいあの勢いでエージェントが怒るんですよ、うん、あっちの、あ、私のね、やめろって、レイコはあのジャパニーズだって言って、すごく本当ね、だからあのそういう時に、あ、やっぱ日本人ってすっごく大切にされてるんだなって、うん、思った。いや本当どんどんそういうのを伝えていただきたいということで、ね、どんどん発信続けていただきたいんですが、はい、であのすごいアイドルとしてグニューと言って、はい、もう地上波のテレビ出まくってたと思った、ある日突然 IT 社長になっててびっくりしたんです。うん、あのアイドル、まあ、なりたくてなったんだけど、やっぱりアイドルってなんでなりたかったのかなってよく考えてみたんですよ、はい、そうするとやっぱり小さい頃だったりとか、その愛に欠如してるっていうか、まあ、家庭環境、そんなにいい家庭環境の中で生まれてきてない、あ、育ってないので、だからそうするとやっぱりなんかすごく愛が欲しかった。で、ブラウン管の中ではだってアイドルたちがこう可愛く歌ってね、あの笑顔を振りまけばみんながファンたちがわーって、でそれで入ってみたんだけど、あ、まあ、もちろんそのファンたちはね、ありがたいし、なんだけど私が欲しい愛はそれじゃなかったなみたいな、うん、別にチヤホヤされて嬉しくともなんないし、まあ、淡々と、今天狗ですね、そうです、そうです、まあね、あのなんだろう、うん、やりがいはあるんですよね、仕事一個一個成果を上げていくっていう、写真集も売り上げる、あの本出せば売れるし、あの時は CD とかなのかな、時代が、はい、それも、まあ、オリコン9に下手なのになっちゃうとか、うん、いろんなことやっていく、で世界中飛んで、うん、だけどやっぱり好きなことっていうのがやっぱりゲームとか、 あとそのインターネットはまだ入ってきてなかったんで、パソコン通信ですね、ニフティサーブとか、うん、アスキーネットとか、はい、あの辺の、それでもうずっとそのオタクみたいに、うん、待ち時間とかね、ドラマとか暇じゃないですか、うん、でそれでずっとやってて、そういうパソコン通信も好きだったし、その時に、あ、これはマルチメディア、まあ、あの時は IT っていう言葉まだなかったんで、マルチメディアっていう言葉だったんですけど、はい、それが波が来るなっていうのもあったんで、はい、あ、これ起業しちゃえっていう、で社長になって、そうですね、4年間契約だったんでアイドルは、うん、だから16から20歳までやって、20歳の時に事務所は、そうですね、もう儲からせて、大人たちはもう4人ぐらい食えてた、はい、食えてたって失礼だね稼ぎ、あの食べさせ、あ、弱小だったんですよ、はい、ベンチャーだったんで、うんうん、なんで私をあのに目をつけて、あの私にかけてくれて、その4人はもうみんなバンバン剤だった、はい、恩返しをした、恩返しをして、それでだからやめたって言って、好きな道に行く、結構ストレートな物言いいや、というのはまさに今おっしゃられた、はい、そのブラウン管の向こうのアイドルで、うん、もうほんと10レンジャーの映像って今でも残ってますけど、はい、すごい作られた感じの、まさにザ、もうこれぞアイドルみたいな感じの人だと思ってて、もうファンが見たら絶対こうやってにこやかにね、うん、手振ってるみたいなイメージだったんですけど、うんうん、お会いしてて、いきなり天狗がびっくりしたんですよ、うん、まあでもすごいね、ぶっちゃけじゃないですけれども、すごいね、はい、気さくな方っていう、ね、人柄像が伝わったということで、まあ千葉玲子さんってこんな人っていうことで、でも IT 社長を辞めちゃったんですよね、今は。うん、そうです、うん、IT の会社を20歳から行って起業して、でその後、うんと23で結婚、1回目の結婚したんで、で24で今シングルマザーなんですけども、うん、息子を産んでるんですね、24歳の時に。でそのきっかけから IT の、コンテンツの会社はそのまま置きつつ、その中の事業の一個として今度はヨガが来ると思ったんで、はい、でヨガの、あ、これはもうちょっとやっぱりニューヨークだったりとかでね、マドンナがこう横にくるくるくるって言ってヨガマット挟んでたら、あ、これ日本人の女の子たち飛びつくぞと思って、で日本は悲しいことに真面目にやってる人たちもオウム真理教の、カルトのせいで、追いやられた感があったんですよ、うん、まだだから公民館とか、うん、そういうところでやってる先生たちとかねしかなくて、うん、それで、あ、
これはヨガスタジオ行ったら経営行くぞっていうことになって、はい、そっちの事業も立ち上げたんで、うん、でやってると役員にまあどっちも大きい会社にこう大きいというかな、ね、うん、になってスタッフもで役員もいるってことになってくると、あの政治的な発言だったりとか、はい、やっぱりその時事的なネタもそうですけど影響力がありすぎるようなことをするのに、うん、やっぱもあのなんていうのかな、みんなに迷惑いくのも嫌だし、うん、あと私自身もあのそれに気を、ね、つけなきゃいけないとかすごく嫌だから、この性格だから、うん、やっぱじゃあ社長も今はじゃああの降りてみんな役員たちに任せて、あ元のね、それで私はバックにあの下がりますって後ろを引いて、はい、いう感じで、そうです、まあ、そこまでして、まああのまあ、人財産ある会社を、まあ、引いて、はい、やりたかったっていうのはこういう活動でありこういう本を書くことなの で、はい、そうです、まあ、今日は、まあ、千葉さんというのはどういう人がお分かりになったと思うんで、このさよならパイクの宣伝番組ですんで、はい、ね、あの自分の本宣伝しないでこれね本ばっか宣伝してはい、まずあの、はい、さよならパイクという題名ですけど、うん、パイクって何かって、まあ、帯には劣化左翼っていうふうに書いてあるんですけど、はい、あのパイクって、まあ、劣化左翼どのあたりが劣化しているとかそういうことからお話しいただきたいと思います。やっぱりパイクっていうのはまあまあ左翼とあと、うん、まあ、パですよね、パですよね、パが左翼、うん、パな左翼、パな、うん、やっぱパですよね。一応あのまあ聞きますよ、左翼って何ですかね。まあ左の日本国が嫌いな人たちですよ、ね、そういうことになりますね。なんでそんな日本のこと嫌いなのみたいな人たちですよね。そうですね、何でも反対するし、はい、っていう、ね、人たちですよね。本当にそうですね。それでいてあの勉強してないっていう人たち、うん、はい、ですよね。で特にあのパヨパヨチンのことの響きがあったことからもパッパヨクっていうのがやっぱりネットでもかなりこう使われるようになりましたよね。でもあの結局そのパヨクたちが言うところの、はい、あの攻撃ってどうですか。私のところなんかは、はい、だからネトウヨとかレイシストって私、はい、この私に言ってきますからね。ね、天下の縛れい子。いやいやいや、いやいや先生、そんな。いやいや天下の縛れい子でしょ。全然、いやだけどますごいですよ。ネットでもう私はこのパヨクとさよならしてこのタイトルの通り、うん、別れてから約2年以上も経つことになるんですけども、はい、この2年攻撃がもうすごいすごい。ああだから昔からいるんですけど、うん、50年ぐらい前からそうなんですけど、もともとの敵よりも自分の組織を裏切ったやつの方を秩序を狙うって、うん、まさに仮面ライダーとショッカーの関係ですね、うん、最初から敵だったやつよりも、うん、お前を改造人間にしてやった俺じゃねえかって言って、うん、次から次へと1年で50回ぐらい試着を送ってくるみたいな、うんうんうん、まさにそれですね、うん、そうですね、アホの秘密結社、うん、学習しろよみたいな、毎回毎回ね負けてんだったら次の作戦考えろよみたいな、うん、40連敗とかしたらね1回ぐらい勝てよみたいなね。そう、まあ、時々戦隊戻ってねあのテンション上げるために、うん、ヒーロー負けさせたりしますけど、こいつら本当に連戦連敗ですよね。ダメですね、1回も勝てない悪の秘密結社、うんね、そう、もっと番組盛り上げろよみたいな、ダメなんですね、パヨクですね、そうですね、はい、そうなんです。それでだからネトウヨとかね、まあ、あのネトウヨっていう言葉だってもう調べていくと誰が作ったかっていうね、怪しいです、ね、怪しいですよ。私もネトウヨですが何かとか言ってた時代ありますね。あ、やっぱりそうです。やりますよ、ね、はい、私もそうですね。だからいやいやもうね、千葉玲子ネトウヨ認定っていうから、いやネトウヨでって言われたことで、うん、あ、それ日本人ってことだからありがとうって、はい、うん、っていう風にね、もう返すようにしてますけどもね。はい。はい、なんだかネトウヨって言われて、ネットの前にリアルの世界でスーパーアイドルですか。いやいやいや、もっと。もっと。はい。というね。で、その司馬さんがそういう活動で、まあ、原発反対から入ったんですよね。そうなんです。私、うん、6歳だから小学校の時から。福島県で、うん、福島市なんですけど育ってて、うん、でやっぱり原発が爆発した時は自分の中がふるさとが汚された、うん、やっぱ自分のね育ったところがあんなことになっちゃったっていう、うん、そこから、まあ、原発反対のその動きだったりとかっていうのに、うん、実際でも自分の目で見てみたいと。
で最初はもうネットの中で情報をこう、あ、原発今、まあ、メディアもねどこまであの時情報出してるかも分かんなかったし見るようになって、それで、まあ、ツイッターとかをそういうあの手段としてね見るようになって、でその後なんか集まってる人たちがいるぞっていうことで、あれあの当時は経産省前とか、うん、でそれであのテントもなかったです、はい、全然でそういうところに行くようになって、でそっからあのおっと見てきたことがこの本の中にね、うん、あの書いたわけですけども、うん、頼っちゃったっていうね。で別にそれはもともと左翼的な素質があったからじゃなくて、あれ見てやっぱりおかしいんじゃないみたいな、あのチェルノブイリと同じことが起きてんじゃないかとか、不安ですよね。なりますよね。あとは何よりもやっぱ故郷、うん、っていう福島ですよね。それはやっぱり自分の中で、うん、あれだけ頑張れたっていうかやったっていうのは、うん、まあそうですね、だが周りがもうひどいことになっていて、まあ、この本にも書いたけど、うん、まあ左翼だらけというか、まあ、共産党、うん、そして、左翼、まあ、あそこで、まあ、書いたけどグリーンピースとかピースボートとか、うん、結局そこら辺 の、 あの左翼全般があのいるようになってる中で、うん、そこがまあ、内ギバも始まるしグループは作るし、で原発だけだったらまだしもね良かったんだけど、今度彼らの動きとしては原発が、まあ何の盛り上がりがピークから、うん、確かあれ大井原発再稼働反対の時に、うん、この人たちがアジサイ革命とかって言って、はい、かっこつけて言ったんです。勝手に自分で名乗ってたんですよねであの時は一般の人も確かにいたんですよね、うんうん、なんだけどもそっから私が読み通りずっと忠告してたけど、まあ、共産党職、うん、赤旗に、まあ、チラシにパンフレットみたいなの差し込むわ、うん、毎週金曜日やってるぞみたいなね、うん、とか、うん、いつまいか赤旗配ってる人しか来なくなってた、うん、でどん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 人は人数は減っていき低下していき、うん、でその中で同時に、なんだ、差別反対か、はい、今度は新大久保の方で行動する保守の人たちに、うん、その何あのカウンターかけるという、うん、っていう風になってきて、でそこからだから芝木隊っていう名前になったのかな、うんうん、はい、でその他にも東京デモクラシークルーアンチレイシズム、うん、なんだなんだっけなんとかかんとかまでけはカタカナ使いやいいだろうみたいなような、うん、あのものに出てきたと。で私はちょっとそのカウンターの方には現場にあの行ってどういうものかやってないので分かんないんだけども、うん、でその後私がパヨクを辞めて、まあ、それに嫌気がさせて辞めてから、うん、彼らが行ってるのはだからあれでしょ、あの、はい、戦争法反対とかくだらない、なんだそれって、本当よく観察してるなって、この人たちはこれこけても次行くだけじゃんって見てるところがすごい共感して、あれそうですか、そうです、ね、いや何でもいいからネタや見つけようみたいな、うん、そうですよね。だから今度はあの案の定だから救助を守れってもう叫ぶ、今太鼓の音のリズムが入ってる、そう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 救助を守れ、もう大体そう、大体そうです、なんで全部全部そうそうそう、自民党の応援までしてる時までね太鼓のリズムが一緒で維新は倒せなってるって何でもいいんだお前らが先生うまいねいやいやいや、さすが国会議事堂前行ってたら必ずいますもん、いますもんね。だから当時私次世代の党ってところで、うん、あの学生部の講師やってて、うん、なんか何万人だかしないないって分かってて、うん、なんかやってるんですよ、うん、で自民党法務前で安保法制頑張れってやってるデモが3人で、うん、ああいや3人で3人でで次世代の党の本部が自民党の隣にあるんで、うんうんうん、自民党たちじゃなくて隣にも行ってねとか言って、うんうん、その保守の人が次世代の党って名前知らなくてみたいな、うん、ねみたいです。それくらい勢力が弱いね保守の方にいたんで、なんでこいつらこんなねリズム感がないのにね、うん、耳に残るように言うんだと思ったんだ、うん、もうこびりついちゃった。そうですよね、はい、そうですそうです。そして今度はだから何あと戦争反対でしょ、ね、結局全部ですよね。ねで私はもうはあの離れちゃった後からだからあれなんですけど、今はシールズということらしいですよ ね、うん、でも裏にはやっぱりその大人たちだったりとか、うん、結局この言う多欲、うん、一派ですよね、がいるわけであって、で若い子たちにも分かりやすいような状況で、うん、あのこんな運動ねしてることは、うん、私も原発の時は原発反対ってやったけど、うん、こういうことになるし、
あの見てって、うん、あの実際の裏の動きをっていうことで分かりやすくあのポップに今回は入り口まずは序章として書かせていただいたっていう、うん、本当千葉玲子ヒストリーの中のまあ、まあまあ、さっきやったこのここの部分はまあ飛ばして、うん、あのその千葉さんがなぜこういうことをやったかっていうのをね、はい、あのすごいよく分かりますんで、はい、でそうなんでなったかがあって、うんまあ、それきっかけはまあ分かるなと思って、うん、でだんだんやってるうちに疑問持っててそれもよく分かって、はい、である日突然やってらんねえってマイク叩きつけて瞬間出ていったんですよね。そうそうそうともうだからもう本当あの杉見雄パイセン杉田美雄先生の杉見雄先生そうのそはいのいつから杉見雄になったんですか。千葉霊杉見雄、はい、一応チャンネルクララレギュラーでもあるじゃないですか、はいはいはい、2日も司会やってもらって、はい、火曜日私もこの間お会いしました、はいはい、で美桜先生のね、はい、その言うところの言葉を使わせてもらうと、はい、小汚い連中ばっかりなっちゃってさっていう小汚いそう人たちがそれでもう集まってあれはもう何人ぐらいでもその時でも100人ぐらい100人弱はいたと思うんですよね。だからそう数万何千人もいましたね原発でもって最初いましたね、はい、それは100人ぐらい減っていいもう100人ぐらいになっててでももうそこから50人になってったりとかててでもあの人たちは人数を盛るのが得意なんで、うん、はい。あでも千葉さんの本読んでてすごい共感したのが、はい、もう何にも作戦考えずに勝つこと考えなきゃ戦略考えなきゃ、うん、これもう赤旗配ってる人しかいなくなって、うん、普通の人離れていくぞって言ってまさにその通りになってるなんてすごい共感してる、ね、ありがとうございます本当に読みながらそれでその確か国会前の、確かじゃなくて確かに国会前のステージみたいなところが あってでそこ任せられていてでそこで、うん、とやってたんですけど原発反対に沖縄民謡関係ないですよね。ないですよね。サンバは関係あります？ないと思う。あるのかな。いやすごい共産主義の深遠な理論ではあるそうそう マルクスの資本論に書いてあったどうしようとか今考えてごめんなさい先生それないですよ ね, よね原発反対で原発反対はまだ筋が通ってますよね、うんはい、だけどそこで沖縄民謡がまず始まってでサンバとかも始まっちゃっててなんでそこでアイヌ民謡に行かないんだみたいなせめて沖縄だったらアイヌでしょみたいな、ね、まあそうですよね。でそこでおかしいなってっていうか、まあ、スイッチ入っちゃったのもう、はい、もうブチンってやっぱり行っちゃってやってらんないわって言って、うん、やめたって言ってバカバカしいって言ってざけてんじゃねえよっつってもうマイクポンってやめたっつってでそっからもうさよならパヨクですよ。あそこで冒険してラッパピーヤ流さない。いやいやそれはマニアックじゃないですかそれ今10連じゃないのエンディングそう言わないとわかんないじゃないですか。はい、それがあれもね耳に残る曲ですよね、うん、ラッパピーヤってねそんな強いなかったですよ、はい、いや向こうはそういうふうに気ぃ使わないが千葉さんのこと利用しようとしか考えてないから、うんまあ、私だからそこで気づいちゃってあもうやめたもうスイッチ入ってでまああのこの本の表紙にもよく見るとあの下にね蓮見敏子ちゃんが敏ちゃんが描いてくれた絵にあのマイクをねあの足で踏んづけてるあのいう写真なんですけどもね、表紙は、うん、はい、まあ、本当にやってらんないですよね。うん、まあ、はい、でそこでですね、はい、あの本書で出て衝撃の名前を発見したんですけど、うん、森口修介さんにその後辞めて出会ったんです。そうなんです。森口修介さん知ってます？伝説の右翼ですよ。今民族の一同盟、はい、私が大学時代にですね、うん、森口修介演説ビデオ全10巻っていうのが出回ってて、はい、すごいもうすごい よくお茶の水とか、ね、あそうですお茶の水ですね、はい、あの演説しててそうですもう20年ぐらいあのお茶の水、ね、平成の赤帯みたいな人ですよね。本当そうですよ ねただものじゃないですよね、うん、森口さんめちゃくちゃ演説うまくて、はい、新宿駅で橋本龍太郎に立ちよくださいそうなんですよ。あのマイクパフォーマンスと、うん、あのテンションっていうのはいややっぱり森が緊張すごいな。なんで星野集会にあの人呼ばないのかなと思って。本当ですね。めちゃくちゃうまいですよあの人。いや
演説弁士としてはもう最高 の弁士だと思います。いやだって右翼の演説もう森ヶ瀬さんの話聞いたらもう右左関係なく基本聞けません、うん、聞ける人いません森ヶ瀬さんっていうぐらい伝説の当時10円社っていう団体やってらっしゃってあみたいですね。で普段ちゃんとした勤め人なんですって。そうなんです。ではい、すごいあの実はなんで森ヶ瀬さん知ったかっていうと、はい、あの私の バイト先に、うん、あの一水会の子がいて、はい、まあ筆名はね安田三四郎っていうんですよ、うんうんうん、本名全然別なんですけど、はい、でその安田くんが、うん、あのそのビデオ持ってきてくれて、見てて、みんなで伊豆森垣みたいなね、ああのビデオの向こうにやじってたんで、はい、やじってたのが合いの手入れてんだが、うん、みたいな。でそれで、あの今言いましたでしょデモクラシーがね、そう、ね、戦後のって、はい、戦後50年、ね、そうすごい総理大臣がコロコロ変わるが筋トレ飴じゃないんだみたいな、そんな感じのね、そう いちいち面白い、ね、面白い、すごいんです、うん、みたいな。ちなみにどうでもいい話なんですけど、今あのすごい引っ越し先であの重くて動かないタンスがあったんで、そのタンスの間の対象デモクラシーってしたのは森ヶ瀬さんが今今しいって言ってたからなんですね。全くどうでもいいエピソードなんですよ。おかしい、そうそう、まあ、かしい。森ヶ瀬さんの話になったら1時間止まんないんで、まあ、酒飲みながらやりましょう。そうですよね、はい、いや本当にでもすごい、まあね、そこでだから、ね、あのマイクを持つようになって、だからあのよくあの千葉大学右翼だってなってるっていうのは、うん、そのまあ愛国心っていう気持ちだけなんですけどね、うん、でも森ヶ緊張のところで、まあ、外線でマイク持たせてもらうようになって、うん、外線車の上とかでやっぱ喋るようになってるんで、うん、やっぱり見ますよね、うん、いやたまたまあの、うん、Facebook か Twitter とか何なので、はい、あの千葉玲子は昭和維新の歌歌ってたらしいって流れてきてそっか森垣さんかと思ってそうなんです。森垣さん一面識もないんですよ遠くで見てるだけではい、はい、まあでも熱いこうなんか分かりやすくねあの伝えるっていうのは、うん、本当にあの大事だとは思います。星野集会やるとなんかおじいさんたちがもう3分って言ったら20分ぐらい演説して、しかもそれ長くてつまんないんですよ、うん、森ヶ瀬さん見習えっていい人ですね、うん、はい。でまあ、森ヶ瀬ってある種保守の中でも例外中の例外みたいな人ですけど、そうですね、いや右翼の中でもちょっと得意な例です。まさにあの一水会があのアメリカ大使館にデモで襲撃しようと思ったら、うん、先森ヶ瀬さんが突っ込んでたみたいな、うん、突っ込んで私もそう行きましたよ。いつも、いや、いつもあの、うん、東十条に事務所が今あるんです。そうですか、はい、はい、それで、王子神社で参拝した後に向かうんですけども、はい、都内に入って、はい、で外線車多い時でだいたい6から合流するんで他の団体も、はい、でそれで行くでしょう、はい、で今日は森内委員長のその日のインスピレーションで決めるから、はい、今日はだからアメリカ大使館出たい、そしたらそこにブワーみんな行くでしょう。でグワーって言って、女の子だからほら私動きやすいんですよ、はい、で抗議文みたいなの持って走れー言うとみんなでグワー走って、そしたらほら捕まえられる、ああいうパフォーマンスもね、うまいんですよね。そういうことだったんですね、うん、なるほど、はい、でそれでですね、まあ、森ヶ瀬さんまあまあまあその話、森ヶ瀬さんのあとこれをやるのすごい気がしてるんですけど、はい、まさにパヨク中のパヨク、はい、パヨパヨチンのパですよ。そうなんですよ、パヨクのパワー、パヨパヨチンって何なんだろうなと思ったら、うん、そういう方だったんですね。そういうことなんです。ほんまどういう人かちょっと本書を読んでみないと分かんないから、ね、ちょっと聞いた方がいいと思うんですけど、うん、パヨパヨチンってどうしようもないですね、うん、パヨパヨチンっていうのはあの昨年だからネットで担当が笑い取られてます。いやだからね笑みんなね笑うんだけど、いやだからカメラが担当の声拾うんじゃないかって声で笑ってよ。上だから本当にねどうしようもないですよね。まあ私のあのもっとあのいきなり、まあ、そこは止めた方が一応あの知らない人本書を読むのにしてたのに、ね、東大卒ね、東大っていうかそのお母さんがどういう声で千葉に電話かけて言ってたのか。いや千葉玲子さんの携帯電話ですか。ね、なんでまずさその携帯電話の番号を知ってんだって話ですよ。おかしいですよね。だどう考えてもおかしいんですよ。いやまあまあ、そしてだからパヨクだったっていう、で共産党の赤旗だから撮ってるって言ってた。
勉強のためにとか言ったんだけど、はい、実はもう、ね、信者なわけですよねっていうか党員だったんでしょうね。ねまさかね、スーパーアイドル千葉玲子と付き合えて、カメラマンさんまで泣いてるじゃん、涙浮かべてみんごめんね、ね、まあ、それでね、こんな場合よりだってチャンネルクララでここまでおちょくられるとはと思ったかもしれないけれども、うん、本書読んだらもっとやってます。やってる、すごい。これ今喋ってるだけではね、もう伝わらない。これ読んだもん。てかね、よっぽど払う成果出たなっていうのが普通反則ですもん、うん、これ書いちゃうもうそれだけでね買う価値ありますよ。泣いてますよね全員おかしいでしょ、ね、笑いこらえるの必死ですけど、うん、そうやばいでしょもう、まあ、本当にでもやっぱ迷ったね。うん、うん、いやでもこれはすごかった。もう本当にね、いやだけどこれのおかげで目覚めて気づけたっていうね、気づけた、うん、でパヨクの特徴です。特徴1、はい、異なる意見には一切耳を傾けない。これ、ねまあ、具体例一個一個ね聞いていきたいですよ、はい、うん、いやだから本当に本当不思議なんだけど、だから例えば原発の時、私はそのなんだっけカウンターとかそっちも関与してないんで分かんないんですけど、原発の時とかは要はだからなんで赤旗にその原発反対のこの首都圏反原発連合のチラシを入れるの、うん、関係ないですね、うん、とか例えば人数は盛らない方がいいんじゃない、うん、言ってること結構まとん自数でようみたいな、もうそうで、どうせバレるんだから、うん、しかもその数字本当だと消防法違反ですみたいなね、うん、だし、あとはやっぱりその何共産党員だけになっていくよ、うん、とか実際になったわけです、ね、なったわけ全部はい、なんだけどそういうことを言っても拒否るんですよね、うん、一切耳を傾けない、うん、いやこの言葉です。だからもう本当に、うん、入れない、受け入れない、聞かない、うん、うん、すごいね、私も経験ありますで、すごいあのさよならパイクでも読みながら本当に共感したのが、はい、千葉さんの気持ちが痛いほど分かるのは、うん、勝つためにやろうよって言ってて聞かないんですよね、うん、うん、そういや本当に千葉さんの思いとして、うん、自分の故郷のふるさとが原発でああなって、だからこれを何とかしたい、だからこれを何とかするためにこうやろうよって言ってるのに聞かないんです、うん、そういうことです。だから解散に置き換えてみると分かるんだけど、事業を一個成功させるっていうことにおいては、うん、綿密に私たちは事業計画書を作って、うん、そしてねスポンサーを集めたりとか資金面だったりとかっていう、うん、で誰と組むかって提携会社を吟味してやっぱり成功させるわけですよ。なんだけどもこれをこの人たちはそれを受け入れないから無理ですよね、ええ、いやだから今後もダメだと思いますよ、うん、何をやっても今だから今度は戦争反対、ね、救助を守れってね、あのシールズとかがあの大人ね、幕に大人はいますけども、うん、ここで書きましたけど、それが何を今後持ってきてやろうが数字が出せない、勝てない、うん、それがパヨクのこの左翼の特徴。そう、勝つための議論をしたいのに、はい、それで意見言うと、まあ勝つ気ない、はい、この目的自体に批判する気かって、そうじゃなくて目的が一緒だからやり方考えようっていうのを受け入れてくれないですよね。そうなんです。そういうことです。だから戦争反対じゃなくて、ね、佐藤健太連れてきて10レンジャーの主題歌歌ってくるかもしれないみたいなこと言うと、ふざけんなって言う、ふざけてんだけどみたいなね。マニアックだな。52秒もね、前奏が続くんだぞみたいな。ね、先生ね。いやすみません、舞い上がってまずね、佐藤健太ってとこで分かんないから、はい、10レンジャーの主題歌だってね、ターボレンジャーも歌ってたよ、ね、あ、そうそうね、10レンジャーってね、はい、あのジャズがうるさいんで、ね、あ、そうですね、はい、うん、ね、はい、っていうぐらいね、だからそうやって笑いが起きない、起きないですね、うん、なんかその笑いをやってちょっと間を置こうみたいなことすらふざけんなっていう雰囲気、うん、そうなんですけども、この人たちの特徴としましては、でもその異なる意見には一切耳を傾けないし、うん、あの笑いとかユーモアは ね、うん、ねあの拒否するし、拒否するんだが沖縄民謡とかサンバを踊るみたいな、だからそう矛盾してるでしょ、そう、上の人間が決めたことはよくてで若い者は黙って従い的な、そうなんですよ、はあ、もう痛い、心臓がキリキリキリねえ、だからまあ勝てないでしょうね、
ね、まあ勝てないでしょうねっていうか勝てないんですけどね。勝てないです、はい、一生ね、まあ、ね、うん、それで生活してる人たちですもんね、負けることで。そうですね、やられ役で生活してますからね。うん、ね、本当です、はい、うん、はい、佐藤健と呼ばれて俺も行くな行くな。ターボレンジャーもお願いだよね。自分の青春ロード歌ってとかね、詳しいなっていうことね。あの、呼べるためだったらやればいいのに、うん、やんないですよね。そうです、はい。そしてさらにまたですね、はい、なんかデジャブかなと思うのが、はい、決別したものに対する必要な嫌がらせ。そうなんです。で、私はあの先ほど話したけども、その何やめたって言ってマイクを投げて去ったわけですよね。じゃあそっから お裏切ったなとかね、うん、あ と途中放棄かよって、いや別に私さ1円ももらってないしさ、交通費もさ自分でさあの支払って行ってたわけ、うん、中には交通費もらってる連中もいるわけだからさ、ね、バイト代も出てるよ職員、カンパで生活してるやつもいるからね。本当にチムさんにギャラ払っていくら、ね、なるか捨てるのはある、うん、まあでも私もほら自分自身がねそういう気持ちで原発っていう故郷をね、うん、福島っていうことをやってたから、うん、まあ、自分もお金をこの人たちから一銭も取らなかったことが逆にだから良かったんだからね、うん、じゃなかったらこの方決別っていうか、だからもう簡単もうバッサリ離れられたっていうのは、金銭1円でももらってたら本当ボランティアでやってるから。そうなんです、自分の気持ちで動いてたんで、うん、なんか意味が分かんないんだけども、うん、そこから裏切り者とか、うん、で、すごい嫌がらせが始まって、うん、で、まあ、まあ彼らのお得意なネトウヨレッテルバリっていうレッテルバリが来ます。で、あの鍵口でコチコチコチみたいな。そうですね、で、ネット上に嫌がらせだったりとか、うん、で、一番私がすごく本当にもうあのパヨパヨチーンと、うん、あとパヨパヨチーンだけじゃなくてその一派ですね、うん、あの本当に腹が立ったっていうのは、一番大事なそのパワーレンジャーとしてね、うん、あのまあ、日本 の, その恐竜戦隊10レンジャーが、ね、うん、海外からもう来てくれと、うん、世界的大人気作品になって、そうなんです、それで、あっちからのオファーがあって、じゃあアメリカのファンたちのためにも行こうということになって、うんうんうん、っていう決定した瞬間にそこのイベントの主催者たちだったりとか、あとはアメリカの入管にまで、うん、あのなんていうのかな、必要に、うん、あの千葉玲子は極右だと、うん、極右思想、ね、手が込んでますよね。で、そういう凱旋者の上で弁士でやってたりとか、後ろがまあ国旗だったりとか、うん、あとはそういうの見せて証拠だみたいな、そう、ね、手が込んでる、うん、所詮倉山光相手だったら日本会議とかその辺で影口言うぐらいね知ってますか日本会議さんって言ってくるぐらいだけなんですよ。でも千葉さんね、名前が売れてるから1日25件ぐらいですよ。え、すごい、それやられたの。1日25件ぐらいを毎日のように繰り返し、で、このパヨパヨチーンっていうのは確かにその東大大学院卒だっけ、うん、のだけあって英語で外資系なんですよ、はいはい、なんで英語ベラベラなんですね。だから得意な英語を使って、そうです、もっと役に立つことを使うそれでその得意な英語でバーってあの入管に対してでやったわけですから、うん、こっちもエージェントもやっぱり怒るし、まあまあみんなバカにしてね、うん、そんな玲子が言ってる方が正しいんだからって守ってくれるのに決まってるんだけど、うん、ファンの子たちも、うん、なんだけど私もだからもう英語英文でにして、うん、いやっていうかあんたやめなさいってこれ以上やるとってやったん、一回止まったんですけど、うん、でもまだいまだにもこのさよならパヨク出してからもパヨパヨチーンではないけどね、うん、そういうような似たようなケースはやっぱりあるんで、まあ、パヨパヨチーンさんね読んだ方がいい、うん多分ねこれね数ページに収めてるから、うん、まあ本当にやりだしたらこれ一冊ぐらい本になるんだろうなと思うようなものをね、まだそうです、はい、まだネタあるからやめさせた方がいいと思うんですね。本当にすごいですよね、このパヨクの特徴としてね、なんでこんなね、はい、必要にね嫌がらせ繰り返すかっていうね。だでもそれを1円でももらってたら俺が育ててやったとか言い出しかねないですよ、うん、じゃあよかったですよね。だから、うん、本当にそこのあれがなかったもんだからやっぱ金銭っていうのはね、でもそれっていうのはやっぱり実業家というか、うん、そういうまあ本当にやってたおかげっていうのはあって、うん、頭の中にもちろん入ってるからどっかで、うん、だから絶対これは1円もね、金銭の関係は絶対ない。だ地球数百円分でももらってしまったらね、うん、もう鬼のようにね言いますもんね、うん、彼らって、うんうん、そうね、これパイプの話ですからね、うん、ねしかもそれでね育ててやって後ろ足で砂かけたとかね、うん、言い出すやつそうですよね。
ね、まあ本当ね、どうしようもないですね。もうパイクのパー、劣化って意味ですからね。劣化。それで最後、どういうことなんですか、はい、被災者よりも自分たちの活動が優先って何なんですかこれ。あー、これはあれじゃないですか、この時事的ネタで、あのこの間のあのあれだよ、熊本の、うん、そう、はい、熊本の地震です。そう、熊本の地震の時にやっぱり何なんだっけ、仙台原発止めろか、はい、で何内閣に電話したりとかしてんのね。暇だね、見たらあのチームが、はい、で見たらいつものメンバーだと思って、うん、あっちゃやっちゃってる、まだ成長しないんだっていう、あ、それを見た、伝突してる場合じゃないでしょみたいな、うん、なんでそのね、被災者のね、うん、ああいうふうにうわ地震でうわってなってる中でいきなりすぐにね速報が流れたって瞬間に仙台原発止めろって言って内閣に電話したって、みんな電話しろって言ってパンクさせるってひどいでしょ。いや、だ電突で世の中動くかっていうとね、でもやってる電突の内容がね何にもならないん で、そこはもうあのその時には仙台原発は大丈夫だって流れた後なんですよ、うん、あの結構ニュース早いんで、うん、はい、大丈夫ですって言った後にタイミングが悪い、うん、あくまで伝達ってギリラですからね、使い道ってめったにないですからね、やってしまったって、ゼロじゃないですよ、それは最悪ですね。そうですね、考えなしに伝達って、あとしちゃいけない場所ってありますね、伝達、そうですね、そんな時にっていう ね、どんな時にそんな場所ない TP を全くだから本当、千葉さんの話ってすごいつながってて、はい、千葉さんでも作戦って概念があるんですよね、この作戦、うん、勝ちたいからこうしなきゃいけないって、うん、この人たちもなくて、目的が自分たち正しいからどんなやり方でもいいんだって反省しなくて、でやりたいことやってるだけ、さっきの沖縄民謡にしてもタイミングと場所相手を間違えてる、あの伝突、うん、だデモとかその伝突って使いようによってはすごい効果的ですけど、はい、そうなんです、うん、すごい緻密な作戦が必要なのは、見当違いの場所をデモしたりとか、やっちゃいけないところを伝達とかですよね。なんかこの間もだってなんか私ちょっとニュースでしか見てないけど、何保育園落ちたの、うん、落ちたからデモやってんでしょ。よくわかんない。要はねえ、それで何が変わるんだっていう ね。ちなみにチャンネルクララね、担当の区長にインタビュー行きましたよ。はい、ね、よっぽどそうやって社会的に貢献しようという、ね、うん、そうですよね、ことで、うん、どそこはデモじゃなくてね、普通にインタビューでよくないみたいな、メディアなんですからっていう、うん、そうなんですよ、ね、うん、不思議ですよね。不思議なね、まあさすが被災者たちにはあのひどいことはしないですね、パヨクの人たち、うん、してない、被災者にはあの人たちはしてないみたいですけども、被災者に嫌がらせとかはさすがにないな、英語良かったから、そうね、はい、それやったら最悪ですよね。そうですよね、ああ良かった、まあ一応政府の、はい、まあ、権力が嫌いっていう、ね、っていうことですよね。パイクの皆さん、被災者だけには迷惑かけない、ね、かけないように、政府にもかけていいわじゃないですけど、うん、ね、被災者には迷惑かけない、ダメですね、ね、はい、ね、ということで、でですね、まあ、はい、あの今日千葉さんの人となりからそしてさよならパヨクっていう、まあ、パヨパヨチンの話 は、ね、私も一緒になってはしゃいすぎました、面白すぎたんで面白すぎるでしょ、で、まあ、面白すぎる、具体例もありつつ、うん、そのパヨク の、 あの人たちのセクトがこういうふうに分かれてて、ね、具体的にこういう運動やっててだから分かれて、はい、っていうことなんですけど、うん、根底はやっぱりこれですよね、あの、はい、読んで、まあ最後ラストの部分で、はい、その母として子に残したい日本、そうですね、はい、まあこの本の中にも書いてるんですけど、とある日にあの靖国神社にあの私行ったんですね。それも全然関係なく、あの初詣で息子と都内でそういえば行ってないねって言って、初詣としての場所としてね、で行ってみようって言って、でそれちょうどその原発どうのこうのをまだ少しやってた時期だったんですよね、うん、でそしたら息子と言ったら、あの今靖国神社で初詣息子としてますって書いた瞬間に、共産党員とか共産党の議員からとか党員とかだねとかから、なんでそんなとこ行ってんだ、はあ、ほう、あーものすごいね、なんていうのかな、上から目線で、だからその時私もそれも、あ、なんかおかしいなって気づく一個ではあったんですね、うん、
だもうねえ、いやいいじゃないかっていう、うん、むしろ行こうよって、うん、いやいいでしょうって、だからその時にね、うん、なんかね、あおかしいなって思い始めたこともあったっていうことと、うん、でやっぱりそういう私がね、だって息子とは今シングルマザー、その時もシングルマザーですけども、ずっと一緒にいるわけだからね、なんかこんなん来てるよって言って、そしたら、まあ、息子はへえちっちゃいなとかって、まあ、言ってて、ね、それでそんな息子がでもこの間だ、私がそういういろんな嫌な思いをしてきたりとか、それでも自分が自ら今日初詣行くって友達と、もう高校2年生なんで、うん、で、どこ行くのって言ったら、靖国神社行ってきたって、ああ、嬉しかったね。いい息子さんですね。なんか、だから やっぱり、どういうことかっていうと、親の姿をやっぱり見ると思うんですね、子供っていうのは。うん、だから、やっぱり、まあ、特に私なんかシングルマザーだから、なおさらやっぱり息子に与える影響って、今私しかいないし、守れるのも私しかいないし、うんうん、だからやっぱそう考えると、やっぱり今本当にこの美しいやっぱり日本で、あと日本人でよかったっていう、まあちょっと生っ粋の日本人というか、うん、まあね、純正の日本人でよかったってこうね思えて、それを受け継いでくれるやっぱり子たちを増やしたいって、そういう気持ちはありますね。だから、うん、今回もこの本、なんかポップな内容にはねなってるけども、まあ、真面目なところで伝えたい部分っていうのは、うん、やっぱりテーマとしてはそのシールズだったりとか、うん、そういうその今変な風にこうパヨっちゃってるね、そのパヨクって言い方したけど、劣化左翼とか変な大人たちにこう洗脳されてるっていうか、まだ見えてない幼い子たちで、選挙もね、選挙権がね18歳になるんで、うん、そうするとやっぱりまだ私の息子で16でしょ、で今年17になるでしょ、うん、いやまだまだ幼いですって、うん、やっぱ実感として私ありますもん、うん、こんなのにこんな幼い子にって、でももう決まってしまったことは決まってしまったんだ、うん、だからだったらじゃあどう、その洗脳だったりとか、この裏どうなってるかっていうことを伝えられるかっていう、この動きに関しては、だから本当に聖林堂さんとタッグを組めてね、うん、よかったし、トシちゃんとね出会えることもできたし、うん、まあ杉見夫先生もそう、杉見夫先生もそうだし、うん、倉山先生もそうだし、他を飛ばさないで、あ杉田、なぜ田だけなんだろう杉田見夫、そうそうそう、あだ名が杉見夫って初めて知りました。そうなんですよ、うん、千葉玲子はほら千葉玲だから、千葉玲でしょ、杉見夫って初めて知りました。本当ですか、そうそうそう、うん、そうなんです、臭いな杉田さんみたいな、はい、うん、はい、うん、だからそういう風なね、こういろんなこういうなかなか、そして今出版業界もね不況だし、で、まあ、出版業界不況と言いながらもネットっていうツールをね私たちはやっぱり手に入れたわけですから、さんずりで部数聞きましたけど、うん、すごいじゃないですか、ありがとうございます。私はねもう千葉さんについてね太平記を売りたいな、いや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 、まさにさっきので言った千葉さんに食わしていただく、いや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 、もう本当に、ね、でも、うん、でも本当まあこの母が子に残したい日本っていうのは、まあ、あくまでパヨクの実態ってこんなもんなんですよっていう本なので、うん、まあ、最後に思いとして書いてね、後書きのに近いところで書いていらしてましたけれど、はいはい、次回作これ聞きたいですね。あそうですよね、聖林堂さん、うん、ぜひね、あこっちだった、はい、担当はこっちがいるんでね本当ですね、まあ、これでヒットしましたんで、うん、私が読みたいですね、この千葉玲子が語る母が子に残したい日本、わかりました。でもう第1章、こんなに素晴らしい日本の姿みたいな、本当ですよね、もう10連城の話から、そのアメリカ行ったら日本以上にすごいネスティングにみたいな、そういう話聞きたいですね、うん、本当ですね、今できな、うん、書けなかった部分のところもいっぱいあるんで、山のようにあると思いますんで、はい、ぜひぜひね、はい、その時にはまたチャンネルクララに来ていただいて、はい、そうじゃなくてもね、そうじゃなくても、ね、遊びに来ていただいて、そうじゃなかったらなんだ呼んでもらえない、いや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 レギュラー枠用意しましょう、ね、いやありがとうございます、はい、そんな、ね、ということで本当にありがとうございました、はい、じゃあまた近々お越しください、はい、飲みにも行きましょう、あ行きましょう、はい、どうもありがとうございます。